いつかアイドルの一番星になる虹の夢アイカツ始めます。ロシアの大富豪による新しいファッションブランドのデザイナーを決めるオーディション、我が四つ星学園からはリリー先輩が出場することになりました。リリー先輩のドレスにかける情熱が伝わり、最終オーディションに見事合格。だけどリリー先輩の夢はまだまだ広がります。新しい夢は S4 になって自分のデザインしたプレミアムレアドレスを着ること。私も負けないように頑張らなくちゃ。 S4 目指して虹の夢アイカツ頑張ります。どれにしようかな。よし、ちょっとマフィンを食べてる場合じゃないですわよ。もう始まるんですから。さあさあ、いよいよですわよ。皆さん、心の準備はよろしくって。一体何の騒ぎ？ほら、こないだ学園でロケしたスペシャルドラマ、今から放送なんだって。おー、私はこの役をマスターするためにランニングを倍に増やし、トレーニングを重ねた日々、今となっては楽しい思い出とも言えますわ。ちょっとアコ、始まっちゃうよ。よし、じゃあみんなで見よう。満月の夜、白鳥家の所有する伝説のプリンセスダイヤをいただきに参ります。怪盗シャドウスターズ。お嬢様、姫お嬢様。失礼します。ボス、捜査一課全員集合しました。集まってもらったのは他でもない、白鳥家に届いた予告状の件だ。どうもご親切にありがとう。本当に助かったわ。どういたしまして。あなた、お名前は？私は、いけない、遅刻。
これはシャドウスターズからの挑戦状と見ていいですね。警察をバカにして。落ち着きなさい、マヒル刑事。熱くなったら負けよ。夜空刑事の言う通り、今度こそみんなで力を合わせてシャドウスターズを逮捕しちゃうぞ。そういえばどうしたの、翼刑事。転属した遥刑事の後任が本日付で配属されることになっていたのだが。早乙女亜子だったな。配属早々遅刻とはな。すみません。今までは交番勤務だったそうだが、怪盗シャドウスターズのことは知っているな。もちろんですわ。神出鬼没の3人組で、狙った獲物は絶対に逃さないという女怪盗。その正体は若い女性ということ以外謎に包まれている。予習はしてきたようだな。とりあえずお前には私の相棒を務めてもらう。光栄ですわ。厳しすぎるデカ、翼先輩の相棒だなんて。刑事の基本は現場100回だ。行くぞ。はい。なるほど、怪しい人影は誰も見ていないと。はい、あの時部屋には私一人で、そこの窓は開いていました。そこから急に例のカードが飛んできて、あちらに刺さったのです。では次に、肝心のプリンセスダイヤとやらを拝見したいのですが。ダメです、白鳥家の秘宝ですよ。そう簡単にお見せするわけには。いいのよユリ。ですが姫お嬢様、今夜のステージを成功させるためにも刑事さんには全てを知っておいてもらわないと。これがプリンセスダイヤです。これは素晴らしい。シャドウスターズが欲しがるのも分かりますわ。失礼しましたにゃ。ところで姫さん、先ほどおっしゃられていたステージとは。はい、我が家で定期的に催しているホームパーティーにゲストを招きして特設ステージを開催するのです。きっとシャドウスターズはその間にダイヤを盗むつもりなんです。中止するわけにはいきませんか。無理ですわ、白鳥家の名誉に関わります。そのステージのゲストは。人気絶頂のアイドルユニット、ユメ、ローラ、リリーの3人ですわ。あの有名な、私大ファンなんです。またすみません。わかりました、我が四つ星署の総力を挙げて白鳥家の警備を行います。よろしくお願いします。あちらでございます。皆様、今宵は白鳥家のパーティーにお集まりいただき感謝いたします。私が当主の白鳥姫です。今年も素敵なゲストをお招きいたしました。心ゆくまでお楽しみください。各所状況を報告せよ。玄関前異常なし。庭園は。怪しい人はいなさそうだぞ。裏門の方はどうだ。今のところ異常ありません。あの翼刑事、屋敷に入るためには厳重なチェックもありますし、そう簡単に忍び込めるとは。亜子刑事、刑事としてはまだまだ半人前だな。そのような油断が命取りになる。忘れるんじゃないぞ。はい。そろそろステージの時間だ。館内の見回りを頼む。はい、了解ですわ。
確かに私は半人前。頑張ってシャドウスターズを逮捕して一人前と認めてもらわないと。白鳥邸にお集まりの皆さん、こんばんは。虹の夢です。桜葉ローラよ。白金リリーです。この声もしや、ステージ私も見たかったですわ。ユリさん、どうしました？やられました。え？プリンセスダイヤが盗まれてしまったんです。まんまとしてやられたわね。ユリさん、あなたを傷つけた人物の特徴覚えていますか？いいえ、巡回で部屋を見回っていたところ、背後からいきなり襲われたので。私のせいですわ。私がもっと早く駆けつけていれば。自分を責めるのは後。その通りだぞ。今は犯人が誰かを突き止めるのが先。でも犯人はシャドウスターズではない。注目すべき点は2つある。まず1つ目、シャドウスターズは盗みに成功したら必ずその場にカードを置いていく。私たち警察をからかうようにね。そして2つ目、シャドウスターズはいかなる時も人を傷つけたりはしない。それじゃあ犯人は。夜空刑事と真昼刑事は訪れた観客のチェック。了解、任せといて。ユズ刑事は見逃した証拠がないか調査を頼む。合点。私は。捜査は足でするものだ、ついてこい。はい。役に立つ目撃情報はありませんでしたわね。ところで、なぜ取調室でカツ丼を食べていた？だって、ああいうところではカツ丼を食べるものだと。食べるのは調べられてる方だ。まったく、半人前どころか3分の1人前だな。すみません。お手伝いしますわ。すみません、左手だけではうまく貼れなくて。これは？はい、私にも何かお役に立てることがあればと作ってみたのですが。翼刑事、収穫は？それがさっぱり。鑑識も何にも見つけられなかったみたいだぞ。となると、やはり犯人は屋敷に自由に出入りできる人間ということだ。で、なんで私たちが呼ばれるわけ？ご足労いただきありがとうございます。もしかして私たちにも疑いがかかってるんですか？事件の全容が怪しく見えれば見えるほど、その本質は単純なものである。それは
とあるイギリスの名探偵の言葉です。いつもお世話になっている白鳥家のためです。何なりと協力いたしましょう。恐れ入ります。どうしましょう。私が半人前、いえ3分の1人前のせいでこんな大変なことに。それでは皆さん順番に別室でお話を伺いたいのですが。それって取り調べっていうことですか？平たく言えばそうなります。ふん、面白いじゃない。それじゃあみんなそれぞれ別でお願いするぞ。姫お嬢様もですか？構いません。お嬢様、ゲストの皆さんまで巻き込んでしまった以上、当主である私だけが例外というわけにはいきません。私もですよね。取り調べお願いします。あのその前に、絶対嘘の証言はしないってこの紙に書いてもらえませんか？それくらいお安いご用ですわ。ごめんなさい、左手だとちょっと。もしかしてゆりさん、あのポスター、どうやって書いたんですの？失礼ですけど、その右手の怪我見せていただいてもよろしいですか？正解よ、新米刑事さん。そんなに見たいんだったら見せてあげる。おめでとうございます。そして残念でした。二人きりの今、あなたさえ始末すれば。あれ、これはシャドウスターズの。ユリさん、どうした？犯人はユリさんだったんです。何、そんな。白鳥家に何年も潜入して、やっと手に入れたプリンセスダイヤ、手放してなるものですか。止まりなさい。これは早くなってくる。マヒル刑事、ユリさんは外に逃げました。アコ刑事、四つ星と専用ポリスドレスにチェンジだ。警官隊が塞いでいる。手分けして全ての裏口を封鎖する。はい、白鳥家の内部を知り尽くしたユリさんならどこかに移動手段を隠し持っているはず。逃がさないぞ。邪魔よ。わー、ユリも力を落ちるぞ。こんなこともあろうかと用意しておいて正解だったわね。探し物はこれですよ。そこだったか。やるぞ、アコ刑事。はい、逮捕。では肝心のプリンセスダイヤを返してもらおうか。分かったわよ。あ、ない。往生際が悪いわよ。本当よ、さっきまでここに。これはシャドウカード。そんな、いつの間に。予告通りプリンセスダイヤはいただきました。お疲れ様でした。面白かったじゃない。おのれ、シャドウスターズ。それでは皆様、これにて失礼いたします。
申し訳ありませんでした、ボス。悔しいですわ。アコ刑事。はい。結果的にダイヤは盗まれたが、右腕の怪我が嘘だと見抜き、さらには隠してあった車のことまでよく気づいたな。すごいぞ。ありがとうございます。もっとも、ようやく3分の1人前から半人前といったところだがないつの日か必ず1人前と言われるように、早乙女アコ頑張りますわ。そういえば、アコ刑事の歓迎会がまだだったな。みんなでランチに行くか。面白かった。 S4 の先輩方の演技さすがだったね。ユリ先輩の犯人役もすごくハマってたよ。アクションもスタントなしだなんて。ちょっと、私の演技への称賛はどうしたんですの。え、アコちゃん。それはもちろん。早乙女。翼先輩。オンエア私も見たぞ。それで。うん、難しい役だったがよく頑張ったな。この調子ならレンドラの主役の件意外に早く決まるかもしれない。はぁ、あ、にゃで、ここからがおこごとタイム。まずシーン1、ここセリフの間合いが悪い。次、シーン4。この芝居はなんだ、まるで操り人形だ。もっと感情を込めて。シーン6、ここはもう少し間を取らないと。アコちゃんの演技すっごく良かったって言おうとしたのに。けど、この真剣さこそが劇組の演技力の秘密。卒業に向けて S4 の先輩方も本気を出してきたって感じだね。私たちも負けていられない。もちろんだよ。ファイト。わかったか、早乙女。はーい。ページをめくるたびに新しい君がいるね。泣きたい内容に合わせて作ってもらった特別なものなんだ。さすが翼先輩ですわ。それじゃあおこごとタイムの続きを。いやー、4つの組が交わるとき熱い戦いが繰り広げられる。すなわち冬フェス開幕だ。次回、アイカツスターズ燃えろ星取りフェス